今日報道陣に公開された新潟市観光案内センター。非常に人目を引く形で、非常に観光案内所としては分かりやすくて、非常に良いものができたのではないかなと思っています。ポイントは視覚に訴える観光案内です。高さ3メートル、幅 2.5 メートルの大型 LED ビジョンが3面にわたり設置され、新潟の四季を映し出し、常に魅力をアピール。幅7メートルの吊り下げ式のビジョンには、さまざまなメッセージが流せるといいます。新潟祭りだとか、あとこれからある酒の陣だとか、そういったイベントがあるときにも、酒の陣開催中、ようこそ新潟市へというような、さまざまなメッセージを出すことができます。